ブライトンは20日、日本代表 FW 三笘薫との契約を2027年6月まで延長したことを発表した。動画、カオル・ー、三笘サインの瞬間、喜びのデゼルビ監督が登場。2021年夏に川崎フロンターレからブライトン入りした三間は、そのままベルギーのユニオン・サンジロワーズにレンタル移籍。昨夏にブライトンに復帰すると、 カタールワールドカップ後の中盤戦以降に大きな存在感を示し、公式戦41試合の出場で10ゴールを記録した。1シーズンでプレミアリーグ屈指のウインガーとして認められた三マに関しては、今回にビッグクラブを含めた多数のクラブからの関心が伝えられることに。それでも、ロベルト・デゼルビ監督の希望もあって残留すると、 今季もここまでリーグ戦8試合で3ゴール3アシストの活躍を見せている。ライカも多くのクラブからの興味が予想される中で今回、ブライトンとの契約をこれまでの2025年からさらに2年間延長。事前の報道によれば契約は週休8万ポンド、約1450万円ほどと見られている。新契約締結に際して、 ロベルト・デゼルビ監督は、素晴らしいニュースだ。カオルは我々のトッププレイヤーだからね、と喜び、テクニカルディレクターを務めるデイビッド・ウィアー,ー氏も、カオルのような選手が長期にわたって残留することは素晴らしいニュースだ。彼はすぐにプレミアリーグに適応し、我々の最も重要な選手の一人になった。サポーターもこのニュースを喜ぶのは間違いないね、と語った。